平田修造状況3年7月14日は、薩摩藩鹿児島城下市。剣術家、水野流以来の師範であった。本生は、菅竹平氏。意味名は、総則、り、陽明鍋五郎。通称ははじめ孫六、後に剣持つ。同じ通称の子孫がいるので、一般には、平田大現物で知られる。万事2年の国高は628国。 平田州保より始まる官務兵士流平田市寺なんかに生まれる。父は平田州へで、兄は平田新在門宗乗り。現那九年三月十三日に兄が二十五歳で死去したので、その養子となり家督相続。三河国の人で、薩摩藩に来ていた水野流敵より、水野流以外を学んで海伝を授かった。銀美役や町奉行などに就任。 官営13年に作成された、殺州鹿児島州中屋敷県地町に、平田孫六、中屋敷二段二世十二分とある。このことから、この年以降に通称を、孫六から、剣物に変えたようである。万治二年作成の、万事鹿不幸町には、平田剣物、六百二十八国とある。母大寺は、相当州松原三南林寺。明母によると、 南林寺墓地の丸川原ら郷付近にあった。墓は現在、南林寺由衣墓にある。桂太郎兵衛忠の長女を妻とするが男子なく、故に出水集中の山田吉左衛門の子を、婿養子とする。ただし、剣術は免許改伝した家臣の竹井熱具が継ぐ。ありがとうございます。